えー、こんにちは今日は「平家物語」の6回目をお,お話しいたします、えー。タイトルにありますが「孤島に残された瞬間」というタイトルです。でこれはですね「足釣り」というふうにタイトルがついているんですが「機、え、械、ー、ヶ島に」 平家打倒の陰謀を図ったという人たちが島流しになりましてその主に3人の人なんですがその2人は、えー、清盛から謝免を受けるんですが、えー、なぜか瞬間だけが取り残されてしまうとそして2人が、えー、帰っていくところを島で見送るというねそういうその時の 身振りが足摺りという足踏みをしながらこう悔しがるというねあるいはつらい悔しいというそういう思いで足をするその足摺りという,う場面になります。でそれの歌舞伎などでもよく取り上げている題材なんですけども前回私がお話しした第5回の重盛が清盛に対してそれをあ,のあまりにひどい その処罰を与えるるのはひどいじゃないいい、ま、いじじゃゃななかかままずととう話ををするところを取り上げましたその結果清盛が折れましてねで重盛も自分の言ったことがほぼ通って清盛はそれほどひどい刑罰を加えることを思いとどまったというところなんですけどもその結果ですね重い刑罰というのはもう殺してしまうわけですけども。 それれを逃れて、えー、その処分をされた人というのはここに書きました1177年になりますその時の成親これは前あの獅子の谷の場面陰謀の場面ですねあそこの会議で成親というのは、えー、源かそっちの側で 高い地位につけなかった人ですね成親という人です。でそれとお一緒にいた、えー、坊さんですね坊さんですねと言ってますけどその人はあの殺されてしまうんですけど成親は生き残ると。でそして成親の息子ですね成常です。この成近と成とそして後に えー、瞬間が出てくるんですけどもどうなったかというと成親は命は助けられて流刑になるんです流刑といっても島に流すんではなくて備前の小島ですねそしてその息子の方の成常は備中の瀬尾というところへ流されるでどちらも要するに、まあ、ルケイというけども 壁地へ追いやられるわけですねでこの2人の親子が、えー、どういうことを思うかでこの「死大納言の流され死大納言」とはこれは成親のことです。そして第2のあらすじ場面なんですけどこのテキストのですね「あこやの松」というのがあってでこれはあの備中へ背負え流された成常が 自分とと父親との距離を思うんですね。で、ふっと考えてみると実は備前備中ですからお,お互いの流された土地っていうのは結構近くなんだとそれでその父親とを忍んで、えー、どのくらいの距離があるのかというふうなことをね、えー、思い悲しむというのがこの「あこやの松」という、えー、ところですああいう章ですね。 でアコヤの松の話っていうのは実は昔にそういうアコヤの松というもので、えー、やはり中を裂かれた2人の人が意外と近くにいたんだというそ,そんなふうな話がそして問題なのがここなんです。とりあえずこの成ねは、えー、瀬音に流されたんですけどそれからさらにこの成りはねは 機械が島へ流されるんですえー、そうするとこの1人成常、ね、2人目瞬間泰りとでこれ私もねこのテキストで読んだんですけど安寄りさんっていうのはどっから出てくるかわからないそしてこのテキストの後ろの年風というかあの要するに代々の源源氏の 流れの経図があるんですがそこにも出てこないんですねただ出家をしているらしいんですこの安頼という人はねで、この三人が機械ヶ島へ流された、えー、中心人物になるところがですねそれからあと新大納言これはあの成地下です、えー、出家をするんですねその流された土地でもってこの丸一の新大納言の流され 毛をしたんですがね。これも私あのこの部分はあの原文の長いところ読んだんですがね。毒を盛られて殺されかけて、そしてさらに穴を掘られた中へ押し落とされてね。殺されてしまうんですよ。そうするとそのことについて、その手紙を家来の者がその婦人に届けるんですね。で、その婦人も出家をすることになると自分の夫。が あの殺されてしまったとということをねで、えー、もう一つはこのちょこっと書いてあるんですがこの婦人というのはじ実は後白河法,法の、ね、愛人で非常に美人だったと何かその辺りにも後白河後白河が平家打倒の陰謀の中心だというふうなことがありましてねその関係で殺されるのか。 どうもちょっと読んだ分にはその奥行きというのはどうもわからないんですがね。そして、えー、4です、えー。何をするかというとここでですねちょっとあの話外れます。こんな印つけときますで。話はそっちから外れて徳大寺佐根差だという人がいるんです。でこの人が後に何かあのな、ー、り上がるんだと思いますがね。 島神社モーデをするんですねで清盛に非常に気に入られて左大臣に就くというねそういうことがあるこの実定もね源氏系だったのかな、えー、ちょっと怪しいですけどもね。でまたこれもね別の話なんですがちょっと寄り道で三門滅亡っていうんです法王が後白河法王ですね感情の儀式をしようと 感情の儀式っていうのは秘宝伝授の式をやろうとすると比叡山が反対すするんで,すでそれによって三デ寺でやろうと円成寺というとこでやる予定が天皇寺で実行したんだとそうするとこの僧兵の力が強い比叡山では。で学僧との対立が起こって非常にあのー、比叡山のこの 内部が荒れてくるというふうなことがあるんですね私まだこの平家物語におけるあの比叡山の総兵と源氏平家とのそ,そして天皇の問題ですね何か四者の関係があるだろうとそこはどうも、ね、あのなんとなくつかめてないんですがねそしてこんなことが起こります善光寺が炎上します長野の善光寺です炎上します で、これは何か平家滅亡の不吉なことを表すのではないかというエピソードがあの入ってきますね。この後にね。そしてでは問題はあの機械ヶ島に戻ります。えー、ここですね。丸2の機械ヶ島ですね。もう一回見ましょう。この機械ヶ島にいた安寄りの話に入ってくるですから。この 七ではストーリーが戻ってくるわけですがねで安よりノットこれはあの祈りの言葉をノットと言うんでしょうキカイヶ島の成常と、えー、安よりです流された三人このそのうちの二人安よりと成常とこの二人が熊野信仰というのが共通しているんだそうです で帰国のための祈りを始めるんだとそうすると祈りを始めたという話があって次に出てくるのがこれがちょっと面白いというかねあのストーリー展開ではかなり中心になるだろうとこれもねあの原文をちょっと見ましたけどもなかなかあの面白いんですがねいろんなあの祈りの言葉とか何をしたかと。 祈願の夢を見るっていうんですねで安りが、えー、祈願成就のために何をしたかという外場千本ですまああの外場っていうのはあのお墓にあるああいう木の木の板に何か文句を書いたり歌を書いたりそういうものを書き始める。でそれを海に流すんですって。 ところがこの海に流したうちのいくらかでこの外場流しに書いてあるのはこんな歌を書いたとかねこんな文句を書いたみたいなのがたくさん挙げてあるんですよですからあの原文として読むのは面白いなぁと思いますただしそれがあの全体のストーリーの中で何なのかというのを考えておかないとうんとあの基本を見失う危険がありますがねで。 これがどうしたかというと流した外場のあるものが厳島神社に流れ着くっていうんですそれをまあ厳島神社も広島ですかなそれで、えー、都の法王のもとへ届けるとで法王から今度は重盛清盛の息子の重盛のところへその外場が渡りそして清盛が何をするかというと清盛のとこへ届いた時に清盛が「 この次の説ですけどもね清盛が「安頼の書いた歌」を読むとで非常にあの同情をすするんですわねそれに感動をするという話でそれに「祖父」というタイトルがついているのはこれは中国の孤児でどこか敵に捕まった人が自分の国を懐かしんで読むというそういう歌の そういうエピソードからこの祖父というのは取られているそしていよいよ牧の第3です第3巻に入りますでその流れとして1178年これはさっき島流しになったのは前年の6月ですね1177年の6月に刑を受けて処罰をされるでこの年にね強調の彗星が現れるという これもね「平家物語」っていうのはあの面白いですが祇園庄者のところで溺れる者久しからずでありましてね何か天の流れ歴史の流れっていうのは実はそういう人間の動きを許さないというかね天の定めみたいなものの印としてこういう彗星が現れたりするでさっきの善の光寺の炎上ですとかね そういうい火事だとかいろんな事件が起こった時にそういう,う歴史の流れが見える歴史がどうなるかでここの年にあることが起こるんですが中宮徳子です清盛の娘が解任をするでこの徳子というのは高倉天皇の妻なんですね。ですから解任をしたところで、えー、彗星が飛んだり怪しい出来事が起きている年に 御霊退散の祈祷をするんだとお祈りをするんですつまり、えー、せっかく解任をした、えー、娘から、えー、子供がきちんと、えー、無事に生まれるようにというふうな、えー、祈祷になるわけですで、清盛は成り常安寄の謝面を決意するで、これがきっかけになって一つは、えー、安寄の歌を清盛が読んでいる そして、えー、正月に彗星が飛ぶようなそういう事件が起こるそれで清盛もよしと成、えーえー、り詰め安寄りを許してやろう謝面ですね罪を許そうとただ結果として瞬間は除外されているわけですこれもですねあらすじにはなぜ瞬間が除外,除外されたかというふうなことは えー、書かかれてなかったと思いますねでいよいよ今回の中心原文読みであります「えー、瞬間斜面さ,らされずに成常よりを足ずりしながら見送る」というねその場面をお原文で読むことにいたします。さて。 これが、えー、原文の部分ですねで。これはどんな場面かというと例によりましてまたちょっと私があらすじ的に読んでおきましょう解説しておきましょう。で基本はまあ,あだいたいあらすじですからざっとでいいんですがね。 船が出ようとすする場面を描いていてますね船た出たですその時に「想図想図」図とは瞬間なんですけど船に乗って乗って降りて乗って降りてとねもう出るのかな出発するのかな乗ったり降りたりする。でいろんなことをあらましごとうぞしたまいけれどあ何かいろんなことをしたと。 で少々が片身に夜のふすままあ布団ですかねで安よりは片身にお経まあ今で言うなら本ですわねお経の本を、えー、春夏に渡すとでところが船はもう友綱がとはず外されていよいよ船が出るでその時に春夏はその綱に取り付いてね綱に捕まったまま船がだん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 海に出ていくとそうすると。 水の深さが腰まで来て脇まで来て竹が立つまではもう自分が立っていられるところまでは行くんですけどもねところがある距離行ってしまうともう足が立たなくなるでその時に船に捕まってどうに「なぜ俺を連れてってくれないんだと」と連れてってくれないんならせめて九国の地まで,ですね九州まではちょっと連れてってくれと。 すると都の恩使いって船に乗ってる使いが来て迎えに来た連中が「そんなことはできませんと」とでその手をパーンと外してねで船は海へ出ていくとで仕方なく瞬間は浜辺に上がって倒れてしまうそして足をこう足踏みをして足をずりながらもうその子供がね えー、ちっちゃな子が乳母だとか母親を慕うように足を乗せて行ってくれ頼むお願いだお願いだというふうにわ,わめいて叫ぶんだけども船はずーっと行ってしまうとでまだ船は見えるんだけど涙でも船が見えなくなってしまうでそうすると瞬間は今度は小高い丘に登って沖に向かっていく船を眺める。 で、それはかつて松田小夜姫という人が物腰船をしたいっつって,って。あの外国から来る船を慕ってね。こう布切れを振って、えー、合図をするんだけど、それが迎えに来なかったというものと似たような、えー、様子だったというふうにね。言ってますね。そして結局船は見えなくなってしまってえー。ソーズは、えー、瞬間はどうしたか？というと家へ帰ることもなく。 波,波打ち際に足を洗わせながら、えー、その浜辺でもってそこで世を明かしてしまうだけどもおふっと思うのは、えー「少々は情け深き人だと」と、えー「成常はなかなか情けがある人だから何かやってくれるかもしれないなあ」という思いをかけて。 えー、その海に飛び込んでしまうようなこともしないで心の中でそういうものを頼みにしているそれがまた哀れであるというねそういうような、えー、あらすじでございますす <laughs> あらすじとは言いながらだいぶ丁寧に話したんですがでは原文ではどう読むのかなというとねいよいよ読むことにいたしましょう。 あるほどに船いださんとしければ、そうず船に乗っては降りつ、降りては乗りつ、あらましごとをぞ下まいける。少々の形見には夜の襖、ま、安寄り入道が形見には一部の法華経をぞとどめける。すでに友綱といて船押し出せば、そうず綱に取りつき、 腰になり脇になり竹の立つまでは引かれていず竹も及ばずなりければそうず船に取りつきさていかにおのおの瞬間をおばついに捨て果てたもうか日頃の情けも今は何ならず許されなければ都までこそかなわずともせめてはこの船に乗せて九国の地まで とくどかれけれども都の恩使いいかにもかない僧侶まじとて取りつきたまいる手を引きのけて船をばついにこぎいだすそうずせんかたなさに渚に上がり倒れ伏し幼き者の目のとや母などを慕うように足ずりをして これ乗せてゆけぐしてゆけとのたまいておめき叫びたまえどもこぎゆく船の習いにてあとは白波ばかりなりいまだ遠からぬ船なれども涙に暮れて見えざりければそうず高きところに走り上がり沖の片をぞ招きける。 かの松良さよ姫が諸越船を慕いつつひれふりけんもこれにはすぎじとぞ見えしさるほどに船もこぎかくれ日も来るれどもそうずあやしのふしどえも帰らず波に足打ちあらわせつゆにしおれてその世はそこにてあかしけるさりとも 少々は情け深き人となればよきように申すこともやと頼みをかけてその背に身をも投げざりし心の中こそはかなけれ。